こんにちは、オタックスです。これやっとね治りましたよ、このね蛇口。結局業者に来てもらって、ここの、蛇口のメーカーのね、で新品に変えてもらいました。こっちだけじゃなくてね、もうこの蛇口全体をね新しくしてもらいました。これね新品なんですけど、まあやっぱね使っていくとね、どうしても水の汚れがついちゃってたんで、白くねこうもわ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 してたんですけど、まあ今度からね濡れた部分はちゃんと拭いて綺麗に使いましょうということで、奥さん子供と話をしました。さあ今日はねちょっとゆとりがあるから撮っていこうかな。今日のこの撮影はログ撮影じゃなくて普通の撮影でいきます。ちょっとログについてもね話したいと思いますよ。マック買ってきてほしいっていうんでね、今来てます。あれめちゃ混んでる、めちゃめちゃ混んでんな。帰りで、ハッピーセットの、チーズバーガーセットで、はい、どうも。ふう、並びすぎでしょこれ。めちゃめちゃ並んでるよ。とりあえずゲットしたんで帰ろう。なんか撮影してんの。日テレズムサタって書いてある。こういう風に撮るんだね番組。あ、でもなんか撮り方としては僕らが YouTube で撮ってるのと同じような感じなのかな。ただカメラが2カメで回してんのか。あれは面白いね結構。しかもご協力くださいって書いてるのがちょっと面白い。もう一回撮んの。あ、回してんのかあれ。そろそろねウィンドジャマーをつけた方がいいんだけど、まだね今日はつけておらずですね。ね、風の音がね少し入るかもしれません。で今これはね、まあ、S ログじゃなくて、なんて言ったらいいんだろう、プロファイルをオフにして普通に撮ってるって言ったらいいのかな。でシャッタースピード50の F11、 ISO オートだけどどのぐらいだろうこれ ISO、 125とか80ぐらいまでいってんじゃないかな。まあそんなわけで、普通に撮っております。でログでね撮ってたんですけど、ちょっとねこの後プロファイルなしとログあり、S ログでねグレーディングかけたやつ、まあ1個置くんですけどね。そうね、 S ログは諦めようかと思います。まあなんで諦めるかっていうとね、まず ISO の値が1600で撮るんで、基本的にまあノイズが多いと、そこが一番大きなところですかね。でもうちょっとね ISO の値を、 ISO の感度を低く撮れば、S ログ2もいいのかなと思うんですけど、今現時点ね RX100M5 でまあ撮る S ログで撮るには ISO 1600になっちゃうので、そこのねハードルがまあクリアにならない限りはまあ難しいんじゃないかなという、話でした。
まあ、話でしたって言うとあれなんですけど、実はねこの S ログについてはあの職場のねカメラにすごい詳しい方にいろいろお話伺って、まあ S ログ自体は悪くない、まあ、ないんですよ。あのすごく使いやすい、プロファイルかな、まあまあ、ログの種類なんでいいはいいんですけど、問題は撮るときの、ね、カメラの方がまあ問題あるから、そっちが、ね、解消されない限りはログで撮るっていうのはやめた方がいいんじゃないのっていうアドバイスをいただきました。でさらに、ね、その突っ込んだ話したんですけど、じゃあそもそも、ね、S ログとかログで撮る意味はっていうところなんですけど、まあね、そのログで撮るっていうのはいわゆるカラーグレーディングをするっていう意味なので、例えばシネルック、フィルムルックにしたいっていうんであればログで撮る意味は十分あるらしいんですね。でもしその S ログとか感度の高い状態で撮ったとしても、まあ、グレインね、あの粒子をね、まあグレーディング時に入れることで、まあ緩和されるし、それが逆にフィルム感やそのシネルック感を出すことができるから、まあ、それでもそうするんであれば S ログで撮る価値は十分あるって言われたんですよ。ただし、そうね、こういう V ログみたいな形で、まあ、さっと撮ってさっと編集して、普通のっていうか普段の日常を収めるみたいな撮り方をするんであれば、あんまり適してないというかやめた方がいいんじゃないっていう話もいただきました。まあそれはそうかなと思ってて、それをやるっていうのは結構やっぱね、カラーグレーするにも時間がかかるので、よいしょ、まあそのカラーグレーする時間をね、取られるっていうのはまあちょっと気にはなってたんですけど、ただS ログに関しては自分もね、一回やってみんことにはやっぱわからないので、今回トライしたんですけどね、まあ画面に出るそのノイズ問題あり、まあ、さっと撮って、さっと編集するにはなかなかハードルが高いなっていうのを、ちょっと感じております。これ今、S モードだから、シャッタースピード優先なのかな？そのモードで撮っておりますよ。で実際ね、その S ログで撮らず、まあ普通に撮ったらそのカメラの中で、まあ、色とかを調整してるんですけど、正直ねそっちの方が綺麗ですよ。綺麗で、下手にログで S ログでやっぱ撮ったりすると、結局そこから以降はね、カラーグレーディングをするっていうのは自分のスキルになっちゃうので、まあそこがねヘボいとかなり絵もヘボくなっちゃうと思います。まあ、絵がヘボくっていうか、ログとかね、そのカラーグレーディングをするっていうのは結局知識と、まあ、あと数式も一部関わってくるので、それらのものが最低条件備わってないと下手に手を出さない方がいいんじゃないかなと思います。梅になったよこれ。スパイマンになったよ。いいの、スパイマンで。
チーザー。チーザーだね。うん。パパは、まあ、当たり目か。当たり目はハバネロか。あとこれ？これ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 、唐辛子の種。これ最強だよね。そうだよ。辛いよね。新宿駅混みすぎでしょ。今日はね、新年会なんですけど、あそこだな。あそこのね、ビルでね、新年会をやります。いやー、直前までね、α6500 のちょっとスペックを見てたんですけど、欲しいなー。でもなー、お金がなー。ここのね、7階にある、なんだっけ、隠れ坊お庭ってところかな。ちょっとじゃあ向かいます。はい、右らしいね。間違いない。